はい、カスタムクラブです。ね、今日はね、まあ、まあ普通に営業してるんですけどね、まあこれ、ね、あのお客さんのこうちょっとね、あれです。すごいね、あの今コラボで撮ってます。こうやってね、遊びに来てもらったらもうぜひ、ね、写真とかも撮ってください。 ね、こちらではこうちょっとね遊んでるんですけどね、一回ちょっとね面白い人出るんで、ね話聞いてみますか。洗車っすね、もう撮ってるで、油断したらあかん、油断したらもう撮られてるからね。花子さん大丈夫なんですかね。花子さん大丈夫、撮っても大丈夫なんですか。何が、いやなんかもうあれ僕捕まらないですかね。花子さん捕まらんってどういうことじゃん。いやなんか僕これなんか僕自身がなんか狙われてたりとかしないですかね。大丈夫ですか。大丈夫。ああ、タロコさんの車持ってきてください。俺乗ってきてへんやん。いや、もっと今度来てくださいよ、またまたね。えちょっと花岡さん見ましょう。めっちゃ興味示してますね。ねえ、こうやってちょっと今ねこうやって遊んでないです。洗車っすね。今オイル交換して洗車してます。でこっちでは、ね、ちょっと一回コラボの写真しようよということで、コラボの写真を撮ってます。こうやって、はい、ね、こんな感じです。髪型嫌なんでちょっと一瞬ヘアスタイルが今ね、ちょっとねヘアスタイルが無理らしいです。まあ、こんな感じで。これすごい、これあれなんですよね、ジョーカーのフルバンパーなんですけど、これは下がこのフリッパーがうちのフリッパーです。これはワンオフです。ワンオフ加工されてます。こんな感じで決まってますね。こういうのしっかりね統一されてます。いやいいですね。で、エアサッシャーさん。すごいね、シンプルであっていかつく仕上がってると思います。まあ、オーナーさんもねかなりいかついですけどね。あれ名前出していいですか、木原さん。名前出していいですか、木原さんも。言うてますよ頭映さないで、頭だけ映さないようにして、すいません木原さんです。内装もね、いやね、こんな感じですね。いい感じで仕上がってると思います、ね、赤と黒に、ね、統一されてますね。ね、ありがとうございます。こうやってね、いつでも遊びに来てください、皆さん、ね、こうやって撮影するんでね、よろしくお願いします。で、まあ、今週ね、またいろいろ新しい車両も入ってきますんで、ね、ぜひ一度遊びに来てください、ね、それでは皆さんまたね、良い週末をお過ごしください。それではバイバイ。